やっぱり軽いですね。左ではほぼエレキの感じですね。なんかここ絞るとだいぶキャラが変わるような印象があって、結構使い道が幅広くできそうな、華やかでいいアコギの音がしますね。ループとかでこっちをバスドラムの音にして、こっちをスネアの音にしてみたいなことも、みたいなループに合わせて演奏するっていうのもすごい楽しそうですね。そういうことか。エレキとアコギのミックス、エレキだ。面白い。すげえいい音しますね。一人で歌いながらギターを弾くっていうところでものすごく効果を発揮しそうな、例えば3番のこういう打楽器みたいな音も出れば、ふくよかなアコースティックの音も出れば、エレキの歪んだ音も出る。多分見た目がこういうギターなので、聴いてる人からすると結構びっくりするし、面白いんじゃないかなっていうのは、はい、思いました。ではストラトの方、あ、明るくていい音ですね、すごく。部屋の隅にあってもすごくおしゃれに見える。僕普段ストラトを使ってるんですけど、これ木でできてるんですけど、全然もう目つぶってたら分かんないぐらいいつも通りでしたね。だいぶ歪むようになってるんですね、こっちの方が。この見た目からは想像つかないぐらいしっかりとローがあって、いいストラトキャスターのギアピックアップの音がするなっていう。5番のそのアコースティックの一発コード弾いた時のパーって広がる感じがすごく素敵だなと。
生音で弾いた時も、どのギターにもない鳴りがあって、例えばレコーディングなんかだとここに普通にマイク立てて、アコースティックギターだとふくよかすぎるけどエレキでもないなみたいな音色を選びたい時とかは面白いんじゃないかなと思いますね。この生音を拾ってみたいな。